前回の続きからやっていこうか。まあね、インスティチュートに行っていろいろ話を聞いて、まあなんか分岐点だよね。インスティチュートに従うかレールロードに従うかみたいな感じだったんだけど、まあ俺はとりあえず自分の息子を信じてみようかなと。うん。で、今回の目的がコーサーと合流して、なんだろう、ヤンキーになっちゃった人造人間を回収してくる、生きたままっていうのがミッションみたいな感じだよね。我々の人造人間がこのインスティチュートにいる間は、設計された果たすべき目的を見事に実行しているのだ。だがこれから見てもらう通り、彼らは解き放たれると予測できない行動に出る。ある不良人造人間がリベルタリアのレイダー集団を掌握した。レイダーたちを何従えてるというか、ちょっと怖いよな、うん、で自分のことは人造人間って気づいてないっぽいから、まあ説得しなくちゃいけないんだろうな、雰囲気的には。敵の反応、アサルトロン、これちょっと厄介だな。どうしよう、普通に狙うか。いや、逃げよう、一旦逃げよう。やつは強い。うわー、うまいな。あー、でも援護してくれてる、ありがたい。強っ。うわー、ちょやばやばやばい、動きがいいな。おし、ちょ爆発する、爆発する。危ない。いやー、あいつの動き苦手だわ。お、残り 100m 切ったぞ。ここら辺にアジトがある感じか。マップを見ると面白いんだけど、ここはなんか離れてるんだよね、他の陸とは。浮いてるというか、どういった場所なんだろうな。なんかすげえ電線がプルプルしてるけど息がいいな、息のいい電線だ。うん、まあでも街並みは普通というか。あ、飛び立ってった、大丈夫不安でいっぱいだよ。攻撃は受けてないね。なんかこいつら乗り込んでどんどん制圧してってくれてるけど、都合がいいな。なんか事務所的なとこに着いたね。保安官事務所。不当、まあ。まさに不当だね。ちょ、代わりに戦ってくれてるけど、危ない。もうやだ、あれ。落ちるの早すぎでしょ、毎回。ちょ、危ない。なんかもう連鎖爆破起きてる。やだ、ほんとあれ。もう飛ばすな、これは。エルダー・マクソンのために。わあ、なんかみんなやられてるけど。何にやられたのかもわかんないよ。侵入者だ。もしかしてそういう攻撃方法なのかな。こうヘリを突っ込ませるというか。まだ敵いる？いるけど、なんかどんどん勝手にやってくれてるね。ありがたい。弾の節約にもなるし。頑張れ。俺は何をすればいいんだろう。見守ればいいかな。あの奥にいるな。あれに当てるのは結構難しいぞ。あれ、これ目的の、あ、こいつ倒しちゃダメだよ。え、どうしようで、どうしようこっち側につけばいいの？どうしようあ、こいつはコーサーか。こいつはあれか。なんで攻撃しちゃってんだよ。敵対してんだな。大丈夫？ブレイド。楽にしてあげます。あ、また始めてる攻撃。ちょ、これどうしよう。これは状況的には俺は、あいつらを倒さないといけないんだな。すまぬ。すっきれい。危ない。来たよ。あ、こんな時のために猛烈なパワーヒーストー。ほらほら、ちょっとこれあんまりだぞ。よし、まあないよりはマシだったな。危ない。あ、いけ、ドッグミート。ナイス、いい連携プレーだ。よし、まだいるか。まだいるっぽいな。結構ここ広いね。隠れてるな。
コーサーどこ行った？コーサー、コーサーが来てくんないよ。コーサーずっと待機してんな。え、待って、コーサー、コーサー早く倒れてくれませんか？おい、何やってんだよ。大丈夫？機械なのに水の中入って。つか泳ぎ方おしとやかすぎるでしょ。いけ、毒ミート、ナイス。油断したな。後ろがガラ空きだぜ。うい、うわ強い。ロケットパンチ強いな。これ大丈夫？すごい震えてるけど。あー、かわいいね、ドッグミート。めっちゃ撃たれてるな。チク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 。もらってくぜ。ん？これ？あ、これだ。ほい、イエーイ。ちょっとすごい的になってるけど、やめて。よし。うわ、うじゃうじゃいるよ。弾込めとくか。やばい、すごい待ち伏せされてる。流れるように。痛い痛い、くらえ。つえ。あ、この扉の奥か。どうなってんだろうね。隠れてんのか。少々お待ちください。大事なことをお伝えしなくてはなりません。会話になった。何？あ、止められたのか。なんだなんだ。 B592 のリコールコードをお伝えします。彼はそのコードを耳にすると、認知プロセス。なるほど、ここでリコールコードか。 B592 初期化して工場出荷状態に戻すといった後、ガンマ7、1、イプシロンと認証コードを言ってください。彼がシャットダウンされれば安全にインスティチュートまで輸送できます。うまくいく？そんなに。分かった。とりあえずやってみるか。分かった。無駄な暴力は避けたいからな。彼が一人でいるとは限りません。暴力は避けられない可能性もあります。すぐ言えばいいんじゃないの、扉開けて。準備が整い次第出発できます。リコールコード。いや、ここ早口が試されるな。ちょっとここの弾薬箱を見たいね。え、何これ、星マークついてるぞ。なんだこれ、すごい。ル・フィジ・テリブル。ダメージと手足へのダメージが 25% 増加するが、反動も増加する。ダメージと手足へのダメージが25。まあ、とにかく強えんだな。よかった、これ見逃さないで。こっからさらに上に行く感じか。予想日から、恐れ入ったりともインスティチュートあるだい。俺みたいに。あ、もうインスティチュートってバレてんな。インスティチュートは真面目で勤勉な連邦のギャングから略奪品を盗むほど資金繰りが厳しい。リコールコードを使う。いや、いきなりすぎるよな。ちょ、どうしようか。さすがになんかちょっとは会話をしたいよね。略奪品があるのか。略奪品はどれだけ集まった？じゃあ略奪品目当てでここに来たの。ボス、何やってんだよ。こんな連中を倒せるだろ。なんかすごい格好してんな。自分が何をしてるかぐらい分かってる。ささやかだが、お宝を隠してる場所がある。そこでだ。ほう。このまま立ち去るというなら、そいつをくれてやる。どうだ、約束するか。ほう。待って待って、欲しいよ。欲しくない？気になるよね、それ言われちゃうと。これだけさ、なんか悪いことしてんだから絶対持ってるでしょ、金銀財宝の山をさ。約束する。でもどうしようかな、どうしよう。これ失敗する確率高いでしょ。でも男はチャレンジ。約束しよう。そちらが財産を引き渡したらおとなしく撤退する。そうだ。やべ、失敗した。いずれにせよ、話し合いはもう十分だろ。このクソ野郎どもを殺せ。やべ、クソ、どうするか。あれ、目の前のやつ狙えないぞ、バッツで。何？予想外。クソ、また失敗した。とりあえずここに入ろう。ガンマ、頑張れ。離せ。あれ、なんか、あ、リコールコード言ってくれたんだ。俺には絶
ありがてえ。挑戦をするんですかね。さすがだぜ。仕事ぶりでした。見事な仕事ぶりでした。私が連れて帰ります。結果オーライだな。再生済みの人造人間 B592 とともに転送準備。うわ、めっちゃテンション下がってるじゃん。うわ。ちょっと目に悪いぜ。いやでもこれで良かったんだね。あっという間に終わったけど。よし。うわ。眩しい。無事に戻ってきてくれて。なんとかなったよ。困難な任務だったことは分かっている。ああもう本当たまり場だったよマジ。人造人間の危うさをその目で見てもらう必要がある。まあ確かに危険だったね。うん。まさかなんかあんな大規模にねレーダーたちを。従えていろいろやってるとは、なんか世紀末だったな。終わってよかった。ガブリエルたちは犠牲者を狩猟の記念に吊るすようなイカれた連中だった。うん。肩がついてよかった。ガブリエルの犠牲となった人々には何もしてやれないが、その脅威が取り除かれたことが分かっているのがせめてもの慰めだ。だがその件はもう良い。課題は果たされ、人造人間は無事その手によって我々の元へ戻ってきた。これ以上の成果は望めまい。よくやってくれ。まあでも人造人間も完璧じゃないってことが分かったね本当に。基本的な必需品は全て揃っている。武器や装備も大量に用意されている。行ってみてくるといい。なんか家をもらえたのか。ここか俺の部屋。なんかコーサーがいるけど。こちらが新しい宿舎です。宿舎。まあなんかどこも一緒に見えるけど。こちらでの用が済んだら、ファーザーがお会いになりたいそうです。あ、クエスト完了したね。オッケーオッケー。へえ、でも家もらっちゃったわ。いやでもちょっと未来感強すぎるでしょいくらなんでも。落ち着かねえよ。またファーザーと話すってクエストが出たな。よし。いやもっと遊びが欲しいよな。インスティチュートジャンパー、ほう、ちょっと着てみるか。漁師。ああ、こんにちは、父さん。気持ち悪い。教えてほしい。誰かに自分のものを盗まれたとしたら、どういった対応をするのか。盗まれたら、なんか盗まれたんだね。含みのある質問だな。何を盗まれたというんだ。インスティチュートの所有物が奪われることは滅多にない。そのような事態が起こったのなら。穏便に済ませるというまあただごとじゃないよな。レールロードと名乗る集団がこの数ヶ月の間に行方がわからなくなっていたインスティチュートの人造人間数体を入手している。彼らは間違いなくこの人造人間たちの解放を目論んでいる。いやそんなことないと思うよ俺は。感覚が備わっているヒゲがいいね。ヒゲの話しよう。ヒゲの話。いやいいヒゲの生え方だ。つまり彼らの恵まれてるよね、家の生え方が。バレてる、レールロードの付き合いが。聞いたことないよ。レールロード？聞いたこともない。頼む、冗談はやめてくれ。やばい、怒る。息子怒る。息子怒る。手段としたことはよく知っている。バレてる。心配しなくていい。その件で責めるつもりは。あ、俺は大丈夫なんだ。普段の彼らは大した害でもないが、近頃は以前より大胆さを増している。そろそろこちらも対応せざるを得ないところまで来てしまったようだ。この人造人間たちの現在位置はすでに把握している。バレてんだもん。そしてレールロードが彼らを隠すより先に彼らを取り戻さねばならない。どうしようこれ。でもなんかこっちに来て話を聞いてる限りはそこまでなんかやばいことしようとしてる感じはないんだよな。いやまだなんかもしかしたら人造人間で世界征服するぜみたいな感じなのかもしんないけど実は。どうしよう。ああついてきているか。危険すぎるよ。あまりにも危険すぎる。そこまでではない。戦いになるよ絶対。だがこの件は早急に取り掛かることが重要だ。彼らの居場所を探知したことをレールロードに気づかれる前に BOS に人造人間の存在を嗅ぎつけられることも望ましくない。ああまあいろんな勢力がいるもんな。まあでも今はもうね
インスティチュート側というか、うん、インスティチュートっていうよりは息子のためにちょっと動いてる感じがあるというか、もうちょっと何をしようとしてるのかをちょっと見たいよな。報酬について、報酬あんのかな。今回の件はこちらの利益につながるビジネス。この仕事はそちらに非常に大きな利益をもたらすはずだ。断言しよう。バンカーヒルのそばでコーサーが一人待っている。突入前に見つけてほしい。また同じ感じか。人造人間の回収。あ、レールロードに知らせるってあるぞ。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、俺をクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。